まってないかな。よいしょ、あ、大丈夫だ。よし、ということで早速ですが、花ちんさん、こんばんゆす、ありがとうございます。こんばんゆす、よろしくお願いします。やばい、ちょっと待って、くしゃみが出そう。やばい、花粉症なんですよ、まだ。あー、くしゃみが出る。本当に嫌ですね、この花粉。まあいいや、やられそう。あ、じゅんさん、こんばんは、ありがとうございます。こんばんゆす、よろしくお願いします。そして、あ、赤羽さん、こんばんは、ありがとうございます。こんばんゆす、よろしくお願いします。そして、やすくん、こんばんゆす、来てくれてありがとうございます。お願いします。そして、たいたさん、こんばんゆす、ありがとうございます。よろしくお願いします。みやぼうさん、おばんゆすです、ありがとうございます。おばんゆすです、よろしくお願いします。そして、やばい、鼻声なんですが、ゆかねんてつさん、こんばんは、ありがとうございます。こんばんゆす、よろしくお願いします。そして、石黒さん、こんばんは、来てくれてありがとうございます。よろしくお願いします。そして、みやぼうさん、おちゅうすさまでした、ということで、今日も一日ですね。はい、おちゅうすさまでした。そして、あ、みかんさん、遊びに来たよってことで、遊びに来てくれてありがとうございます。よろしくお願いします。ということでですね、ですね、まあちょっと変な声なのは元からということで、今日は割とずっと編集を頑張らなければならない日だったのに、なんかまあ終わらぬまま明日を迎えそう。でも明日は、私はですね、今のところ年内最後のお休みなんですよ。でも年内最後のお休みになっちゃうと、私もなんかそんなね、良くないので、なんか誰かアイドルさん、もし私を外に連れ出してくれる方がいたら募集したいなってなんか思いました。なんかやることとかって、皆さんもそうだと思うんですけど、なんかこの永遠じゃないですか、終わりを知らないみたいな。そうなると、なんか何もない日がもしあっても編集とかしちゃうから、ちょっとね、それだと良くないなって、そればっかりになると良くないから、ぜひ誰か一緒に気分転換に付き合ってくれたら、連れ出してくれたら、すごい嬉しいなって思いました。風邪ひかないように気をつけてくださいね。いつもイケボですよ。イケボって女性にも使うんですか？イケてるボイスってことですか？私はでも花粉なので、今で夜更けてくると、ちょっとこううわって花粉がにやられがちなだけで、全然風邪とかじゃないので、気をつけて、あ、間違えた、 気をつけるのはするんですけど、気にしないでくださいね。まあ前からよくこのショールームの方でも言ってるんですけど、まあそういう人なんですよ、私。ごめんなさい、カワボ、あ、そっか、イケボとカワボってあるんですね。ね、あ、よしさんだ。ハートたくさん、久しぶりにいただいたハート、ありがとうございます。嬉しいです、こんなにたくさん盛り上がってきました。なんか疲れてそうだね、リフレッシュして頑張ってね。そうですね、ずっとパソコン見てたら目がちょっと開かなくて、今困ってたんですけど、だんだん慣れてきました。目開いてきましたわ。もうさすがにブルーライトめっちゃカットメガネ買おうと思って、ただのブルーライトカットじゃなくて、ブルーライトめっちゃカットメガネを買おうと思ってます。やらないともう目開かないですからね。はちみつ兄さん、こんばんは、ありがとうございます。こんばんゆす、よろしくお願いします。今日もおつゆさまでした、ということで、おつゆさまでした。あ、よしさん、こんばんは、ありがとうございます。ハートもね、ありがとうございます。よろしくお願いします。そう、なんだっけ、まあそんな一日だったので、なんかめっちゃいいネタとか持ってきてないんですけど、YM さん、こんばんは、来てくれてありがとうございます。よろしくお願いします。ぜひみずきちゃんを誘ってどこかへ、できれば通称見せてください。あ、みずキングですよね、キャンディーゴーゴーのね。みずキングとかめちゃ連日きっとライブだと思うのでね、私なんかより全然ね忙しくされてると思うんですけどね、行けたらいいなと思います。ゆすにゃの激カワのドアが超ヤバすぎて、屋形船オフ会に参加したい。あ、ぜひ来てください、みつひろさん。はい、屋形船オフ会、
そして撮影会両方とも11月の21日にありまして、まあなんか二部構成みたいな感じですよね。最初撮影会朝からあって、そこからの屋形船に乗って大公開するぞみたいな楽しい一日なんですよ。で、私その考えてみたら屋形船って乗ったことあると思うけど、いやでもね、乗ったことはあるけど、乗ったこと全然ありますけど、待って待って、いつ以来かって言われたらちょっとあれだわ。だからちょっとドキドキしてるんですよ。まあ、まず丸一はみんな来てくれるかなっていう、やっぱもちろんドキドキ感があって、で丸二が私は結構三半規管がねめっちゃ弱いんですよ。最弱野郎なんです私。だから三半規管関係あるんですかね。なんか船酔い、酔い止めの上はでも無敵なのでいけると思うんですけど、その2つのドキドキ感があります今。そしてオフ会ぜひ行ってくださいねってことで、行ってくださいなってことで、もう兄さんもね、勧誘じゃないかお誘い合わせの上来てほしいです本当に。星なぎゆすにゃんもありがとうございます。お、宗像健二さんだ。あ、こんばんは。ね、ビギナーって書かれてるけど、でもお久しぶりな気がします。よろしくお願いします。船酔いゆすちゃん、いやそうなったら結構やばいですよね。みんなに迷惑かけないように。でもどうなんだろう、私船好きで、まああんちゃんとかと船は、あんちゃんと2回船に乗ったんです。仲良くしてもらってる伊藤アンナちゃんと、まあ、まず1回目に乗ったのが長瀞のライン下りに行ってラインを下ったわけです、川を。で、もう1回はですね、シンフォニー号じゃなくてね、まあ東京でね、こうハート型に一周するなんか豪華客船みたいな船があって、そこに乗ったんですよ。で、なんか周りさ、カップルの方多くないみたいな、うちらキョロキョロみたいな、飲み物飲みながらしたっけ。それがハートにこう公開するからカップルラインみたいなそういうやつで、もうユスたちそれに気づいたのは乗ってね、全然立った後だったから、えっみたいな、だからかみたいな。でもまあうちらもね、仲いいからいいよねみたいな感じで言ってたんですけど、ちょっと恥ずかしかったです。ゆういちろうさん、こんばんは、ありがとうございます、よろしくお願いします。釣り船に、あ、釣り船って、あ、そう、あ、釣りする時の船か、乗りました、酔いましたが屋形船大丈夫かも。おお、じゃあみつひろさん、ぜひ一緒に大公開してほしいです。でも遊覧船乗ってた時大丈夫だったよね。あれ大丈夫でした全然。だからその大きくてそんななんかさ、うわーみたいな感じじゃなければ私は多分全然いけるんですよ。でも分かんない、でも止まったら分からん、止まってこうな、まあ、こんなならないか、なるわけないですよね。なので私みんなの分のじゃ酔い止めもね持参するので、楽しんでいれればきっと大丈夫ってことで。そう、あと食べ物ね、もんじゃ焼きとか食べれるんですよ。飲み物も飲み放題で、でもんじゃ焼きとかそういう何か食べるってなったら多分私は大丈夫なんですよ。空腹だとちょっとやばいかもしれないですけど。可愛い大先輩のユスさんなら、みずきちゃんなら断れません。そんななんかやばいですよね、圧かけるみたいななっちゃいそうな。あ、ウィンクさんだ、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、よろしくお願いします。カズチンさん、こんばんは、来てくれてありがとうございます、お願いします。サザエゼラから、あ、え、あ、本当に、エドさんありがとうございます、今日もよろしくお願いします。クリスじゃないんですね。屋形船はあまり揺れないし多分大丈夫かなと実際乗った経験上、ジュンさん、お、本当ですか、やっぱジュンさんという経験者は語る、語ってくれるね。いや、もんじゃ焼き、私さ、まだまだ、まあジュンさんとか知っててくれてると思うんですけど、結構なんか
まだまだね、未熟者なんです、もんじゃ焼きに関して。なので、まあ、みんなさんが主体となってもんじゃ焼きをね、こう作ってくれて、私はそろそろできたかなって監督しますわ。そういう感じがありがたい笑い。いやいや、ちゃんと頑張りますよ。みんなのために作りますよ。酔い止めもらえますか？はい、酔い止めあげます。うん、酔い止めってね、いろんな酔い止めがあるんです。あの、まあこの日はライブがない、21日はライブがないので、いまあ一般的って言ったらですけど、結構その老若男女飲みやすいやつをユースは持参すると思うんですけど、ライブの時は酔い止めをね、飲む時ね、すごい気をつけなくちゃいけないんですよ。うん、なんかそのやっぱり成分がいろいろあるので、眠くなったりとか、あとその喉が異常に乾燥してしまったりとか、なので遠征とかで長時間の移動がある時にはそれ専用の酔い止めを飲むようにしてます。まあ飲まない方がいいかなと思って、飲まないでいけるんだったら飲まないでいくんですけど、さすがにめっちゃ長時間の移動ってなると、なんかの酔ってなくてもこう頭がぼんやりしてきちゃったりとか、ここがうわーって締め付けられたりするので、そういうのを防ぐためにも飲みますね。考えてみれば、マイケル・ジャクソンの好きな色知ってますか？なんだろう、シルバーですか？違うかな、ロックな色。東京湾ならあまり揺れないよ、赤羽さん。赤羽さん、さすが東京湾を詳しい詳しそう。でも確かにそんな気しますね。なんか落ち着いてそう。よしたん、てなわけでこんばんは。よしたん、ありがとうございます。こんばんゆす、今夜も来てくれてありがとうございます。お願いします。ユスニャがあまりに激化すぎて涙で曇って、いやいやいや、そんなそんなそんな、焼きが見えないかも、それ多分煙ですよと突っ込んでみる。今月は土日が仕事だからオフ会行けないです。そうなんですか、そんな待ち構えてたのに、すごい寂しいです。ハラハラしてきちゃったそう、マイケル・ジャクソンさんですね。そうですね、そうで、みんなさ、ね、叫びますもんね、掛け声みたいにね。でもマイケル・ジャクソンさんのさまざまな作品、まあ、MV とか見てうおーって高まってた時あって、特に私が好きな楽曲がタタ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 タッタラッタラッタッタラッタン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 。ブラックオーホイとかあれも好きです。あ、ビリージーン、あ、そう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 、ビリージーンとブラックオーホワイト好きですね。でもあれも好き、タン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 タタタン、あれ待って、タンチョ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 ン、あのいいですね、タンタラタンチャンチャララン、チャンチャンチャチャンチャンチャンチャチャンチャンチャチャン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 、なんだって、タタンチャンチャン、ユーエンモリエンユーエンヨーヨン、うん、あんな聞いてたのにな。英語はね、でもいつの時代もわからんのです。私は撮影会もある、そうです、撮影会はなんと葛西臨海公園周辺ですね。あのですね、葛西、まああのね、私の大好きな
人たち、魚たちがいる場所なんですよ。葛西臨海公園には葛西臨海の水族館がありますから、あそこもね、それこそさっき言ったあんちゃんと行ったんですけどね。まあでも私は4回かな、過去あちらの水族館に行かせてもらっててね、うん、本当にね、癒されますよ。バックヤードツアーとかすごい楽しかった。だからでも撮影会どうなんだろう、水族館には行けないのかな、時間的に分からんのですが、私はでも逆にその臨海の公園の方にはあんまり踏み入れたことなくて、あそこを前のスタッフのワイッチと共に歩いたことはあるんですけど、ヤシの木生えてるようなところ。でもね、大概やっぱ駅出て左曲がって水族館に行っちゃうんですよね。だからあの奥の方の海の方って本当にちらっとしか行ったことないから、あの観覧車とかある方の本当に行ってみたいし、観覧車乗りたいし、でも水族館も行きたいし、なんか夢が詰まった場所です。バーベキューも本当はやりたい、全部やりたい。なんか売店みたいなとこもあったから、そこも食べたい、全部やりたい、食べたい、ぬいぐるみを買いたい、もう欲がいっぱい野望がいっぱいある大好きな場所なんですよ。でもめっちゃ嬉しいと思って決まった時に、そうなんですかってなって嬉しかったです。海の上寒いよ。いやでも江ノ島クラスになったら江ノ島の海もね、どんと濃いですよ。東京湾もどんと濃い。スリラー、あスリラーね、あそうスリラーもね、めちゃくちゃ有名な楽曲です。マグロか、そうそうマグロがね、あの話題になったさ、あそこですよ。なんかマグロが衝突しないようにだったっけかね、あのそのニュース以来、水槽にテープがバーってこう貼られてる時も行きました。水族館のペンギン、あー会いたいですね、私も一緒に歩きたいな。水族館とか行けるの行ってみたい。めっちゃ絶対に本当におすすめで、あそこのね、あの食堂っていうかカフェというか、そこも可愛いメニューがあるんですよ。そう、あれ葛西臨海水族館のペンギンちゃんでしたっけ、あの脱走しちゃったペンギンちゃん、なんかそれポスター貼られてた気するんですよね。冒険に出かけちゃったみたいな。もうかわいい、危ないけどね、心配になっちゃうけど、でももうわーっつって、わーって絶対友達になれる、かわいい、欲張りですね。うん、ここは欲張っとこ。あ、かんぽぽさんこんばんは、お疲れ様です、ということでこんばんゆす、よろしくお願いします。僕の癒しは一番ゆすにゃんの激コードありがとうございますその次がお魚とにゃんこです。あ、本当ですか。いや本当にそちらのね、あの葛西臨海水族館のお魚たちはですね、何を一番食べてると思いますか。答えはですね、小松菜なんです。なんか地のものを食べるんですって。で、あの周辺が結構その小松菜が取れるらしくて、栄養価も高いし、お魚たちが一番好きなんですって。あとコオロギ、コオロギも餌用にフリーズドライしたようなやつを食べてるらしいんですよ。でも小松菜の方が好きらしいです。コオロギも好きだけどね、でも小松菜の方が好きなの。で小松菜の方が飛びつくらしいです。でそれをバックヤードツアーで上からね、こう振りまくとことか見て、うわーって、私も小松菜今夜食べたいなって思いましたね、あの時は。そうなんですよ。そう、まあその話題のね、撮影会とオフ会両方とも近日っていうか、違うわ、オフ会に関してはあと30分後かね、あと30分後ですよね。9日の0時って今から30分後の話ですよね。オフ会はもう間もなく受付予定です。さっきも確認してから配信したから絶対そうだわ。して撮影会の方が明日の、まあ、日付変わって朝の18時、夕方の6時からの発売チケット受付なので、あのできる限り、まあ、あまり皆さんに無理強いはできないけど、
あの来てほしいのが丸一で、丸二が、あのお早めにお申し込みいただけるとユスも安心して眠れますので、はい。だからね、そうできれば来て、その来てほしいのは当たり前ですね。なぜかというと、私は本当に一本一本のイベントを皆さんと一緒に過ごしたいので、私のわがままなんですが来てほしいです。本当にお魚も、あ、そう、野菜、そうなのかな、菜食主義者なんか食べるの好きらしいですよ、そういう小松菜とかお野菜を。のんさん、こんばんは。のんさんだ、こんばんは。ツイッターもありがとうございます。こちらもよろしくお願いします。なんですとってことでなんですとなんですよ。本当にマイケル・ジャクソンの面白いと思っていただけたら、もう面白いってか、もうリスペクトですよね。この全世界の人々のね、伝説のキュンマーク、キュンマークキュンって言って来年こそは撮影会行きたい。絶対来てください。本当にめっちゃ待ってます。絶対、まあ、私がその撮影会、そうですね、拠点を移したところで、東京での撮影会に関してはどうなのか、まだその確実に毎回出るよとは言い切れないので申し訳ないんですけども、でもまあ需要があったら呼んでもらえると思うので、まだ私のその私だけの判断でね、何とも言えないし、もしかしたら福島でやるかも、やるようになるかもしれないし、でもなるようになりたいですけどね。両方でやれるようになったら私の中で一番素敵なことだなって思うんですけど、どうなんだろう。ライブ以外のイベントに関してはちょっとはっきりと絶対毎回とか、うん、待って、やります、出れますってちょっと今の段階で言えないので、11月12月の経過を見てからなのかなみたいには思ってますね。え、どうなんでしょうか。のり兄さん、こんばんは、ありがとうございます。こんばんユース、よろしくお願いします。21日ちょっと厳しいかも。そうなんですか。赤羽さん来なかったらどうしよう。東京湾で何しようね。いろんなイベントをさせてもらえること嬉しいなって、11月特にちょっと増えてきたので思ってるので、ぜひお願いします。いや、めっちゃ綺麗ですね。タイミング合えばまた来ますね。ありがとうございます。嬉しいです。またよろしくお願いします。ライブ行きたいってことで、ライブぜひ遊びに来てほしいので、14日がゆみゆみちゃんの生誕公演の前哨戦ライブなので、この日来てほしいです。でも待って、それと17日と15日か、それ以上増えたらいいなと思いつつ、どうかなっていう。皆さんライブまた見たいです。いや、もうね、一緒に楽しみたいです。本当にやっと最寄り駅着いた。眠いです。眠いですよね、きっと。私も眠いです。今日はヨシナを撮影したら幸せいっぱい、胸いっぱいになって、もんじゃ焼き食べられないかも。ぜひ私が食べさせますってなので、あ、そうですね、もうこの時間なので、とにかく、あと25分後からもんじゃ焼きのオフ会の、屋形船のオフ会のお申し込みスタートするので、どうかお申し込みしてください。どうかお待ちしてます。そして同じく21日の、昼間は撮影会がありますので、楽しみにしてます。葛西臨海公園で一緒に楽しみましょう。どうかよろしくお願いします。明日の18時から予約受付です。なので、まず皆さん寝る前にオフ会のお申し込みをビシッと早めに決めてくれたら、私も安心をしますって感じですかね。はい、あとは15日にラッキーアイドルフェスがあって、17日にラッキーのミニフェスがソロのアイドルさんたちのありまして、って感じなので、で14日がそういっぱい言っちゃった前哨戦ライブがあります。もう皆さんどうかよろしくお願いします。一本一本を大切にしながら、皆さんとね、もう変えのない、かけがえのない思い出作っていきたいので、どうかよろしくお願いします。ということで、では今日も一日お疲れ様でした。また明日もお会いしましょう。ありがとうございました。